どうもー、ミーツでございます。今回は、登録販売者試験第3章038、内服アレルギー用薬括弧2、覚え方過去問実演、っていうことについて動画を撮っていきます。で、僕のチャンネルなんですけども、いろんなことは話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに、わかりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。まあ、あとは動画が面白かったとか、興味ある動画だけでも見るよって方は、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあ話をしていくんですけども、今日ですね、まだちょっと暑いんですいませんけど、ちょっと水をね、飲みながらちょっと話していこうと思うんですけども、まあ、この辺のね、成分については、すでに説明しましたと。それで、ビタミン成分にね、入ってはいくんですけども、まあ、皮膚とかね、粘膜の健康維持、回復に重要なビタミンを補給するっていうことでね、今からいくつかお見せはするんですけども、ここについてはですね、この、血流改善の、ビタミン E は入ってないよと、いう部分でですね、ビタミン E との違いっていうことぐらい、抑えておけばいいのかなというふうに思いますね。で、このビタミン系に関しては、滋養強壮保険薬でね、覚え方を出していきますので、まあ、もうすでにね、覚え方を出しているのがもういくつかあると思うんですけども、まあ、なかなかね、全部はちょっとできないかもしれないですけど、なるべく出していこうと思いますので、よろしくお願いします。なので、まあ、B6 とかですね、B2 とか、B15、ビタミン C、B3、まあ、こういうものが、配合されている場合があると。いうことで、押さえておいてください。それで、生薬成分なんですけども、真意ですね。この、動画3章の、36のですね、花の漢方でね、この葛根湯下参球真意と、真意聖杯湯っていうことでね、説明したんですけども、まあ、ここにね、この真意っていう生薬が入ってますので、その絡みでですね、試験にちょっと出る可能性っていうのはあるんで、ちょっとね、気をつけておいてください。で、まあ、これの覚え方っていうのは、木蓮科のね、まあ、いろんなもの、まあ、その拳をちょっとね、一つぐらい覚えておいていただければいいのかなと思うんですけども、まあ、そういうものの、つぼみで、鎮静とか鎮痛とかね、こういうものに期待して使うっていうことだったんで、木蓮のね、つぼみに精通した真意はっていうことで、まあ、なんであいつはね、木蓮のつぼみにあんな詳しいのかなと。何考えてんのかな。その本当のとこどうなのかなというような覚え方でしたねと。ちょっと強引ですけどもね。それじゃあちょっと先進みますね。それで、今回は新しいね、生薬で、再審っていうものなんですけども、馬の鈴草科の、まあ、再審なんですね。まあ、牛馬再審とか、競輪再審とかなんですけど、まあ、いずれにしても再審が入ってるね、ということでですね。鎮痛、鎮害、利尿などの作用を有するとされ、鼻閉ですね。まあ、鼻詰まりですね。まあ、僕なんかも飲んだ方がいいかもしれないですね。鼻がね、僕も詰まってて、ちょっと、お聞き苦しくて申し訳ないと思うんですけども、それでですね、これは、覚え方ですね。ちょっとね、競馬をちょっとね、イメージしていただいて、今ね、コロナの影響で今、無観客でやってますけども、ちょっと競馬をイメージして、最新の研究ではね、馬に、鈴をつけて、草を食べさせると。これですね、最新の研究では、馬に、鈴をつけて、草を食べさせると、痛みや咳、鼻づまりも改善され、G1 での成績も良いそうですと。まあ、G1 っていうのは一応ランクが一番上で、賞金が一番高いっていうことですね。日本ダービーとかね、なんかエリザベス女王杯とか、まあ、そういうような感じですね。まあ、ちょっと競馬をイメージして、ちょっとね、あんまりね、やらないからイメージできないという人もいるかもしれないんですけども、ちょっとね、やってみてください。でですね、じゃあね、最新がちょっと出たんで、ちょっとですね、
箱もちょっとやっていきますと、これですね。これはですね、平成30年度の、東京の問題なんですけども、それで、ここにね、最新が出てるんですけども、馬の鈴草科の、最新で、尾平への効果を期待して用いられるっていうことが出てるんで、これは丸ですよね。だから、これはね、正しい、部分なんで、ちょっとね、解説しようがないっていうところもあるんですけども、せっかくね、ちょっと問題やった、出てきたので、ちょっと他のところもやっていきますとね、アゼラスチンは、肥満細胞から遊離したヒスタミンが、受容体と反応するのを妨げることにより、ヒスタミンの働きを抑える作用を示すと。これはどうですかね。そもそもアゼラスチンっていうのの覚え方は、アゼンラスト1枚、マスクあった、珍しいということでですね。すみません。珍しいと、チンっていうのをね、ちょっとかけてるんですけども、そういうことでね、抗ヒスタミン成分っていうことで解説してますので、これは丸ということですね。あとね、抗アレルギー成分っていうのもあるんですけども、それはね、とっておきの覚え方がまたありますので、それはですね、ちょっとまたお楽しみにしていてほしいんですけども。で、ですね、次が、ベラドンナは、ナス科の草本で、その早根に、交感神経の働きを抑える作用を示す、アルカロイドを含むと。これはどうですかね。そもそもね、この、ベラドンナ総アルカロイドっていうね、お薬の名前でその勉強したんですけども、これはね、ベラドンナはっていうことで、ベラドンナ途中でこう切ってね、単体でちょっと聞いてきてるんですけども、覚え方がですね、このコリン製のね、酒場をイメージして、親父酒くれとかね、そういうところをイメージして、ベラドンナなんでね、ベラドンナなんで、ベラベラ話してね、ナスの漬物食べながら、どんなと、どんまいと、話してですね、とか言って、ここですね。ごめんなさい。これはないんだな。ベラドンナ総アルカロイドっていうのが、後ろにくっつくんで、アルカロイドのアルカを取って、アルカコリン製のアレーということでですね、コリン製のなんか肉とかね、そういうものをね、その、ナスの漬物ね、食べながら、酒でも飲みながら、どんまいとかね、言って、出してもらうと。そういうようなね、情景をちょっとイメージしてもらうんですけども、これね、交感神経の働きを抑えるじゃないですよね、抗コリン成分って。副交感神経の働きを抑えるっていうことでね、リラックスすると、どっちかっていうと鼻水とかがね、このビュって出ちゃったりするじゃないですか。目とかも潤いやすいっていうことで、ここがね、×っていうことで、B はちょっと×ということですね。それで、最後なんですけども、8日イソプロパミドは、皮膚や鼻粘膜の炎症を和らげることを、目的として配合されているってあるんですけども、これはどうですかね。これは、どういうふうなね、覚え方だったかっていうと、またね、ちょっとコリン製をちょっとイメージしていただいて、コリン製のね、出来事をちょっとイメージしていただいて、ようと、8日ですね。よう、忙しいとこ悪いけど、そのね、プロの腕で、俺んちのね、パミド、網戸を、直してくれないかな、ということなんで、炎症をね、その和らげるってなると、グリチルリチン酸ジカリウムとかね、肝臓とか、そっちの方ですよね。抗コリンの方は、そういう形ではないので、これはですね、ちょっと×ということですね。だからこれに関しては5番が正解ということですね。ちょっと一旦切って戻しますね。すいません。すいません。戻ってきましたんで。話間違っちゃうとね、やり直しになっちゃうんですいません。ちょっとここで一旦切らしてもらってちょっと繋いでいきます。で、次、形骸なんですけども、シソ科のね、形骸っていうのがポイントで、この辺ですね。発汗とかね、解熱とか、鎮痛などの作用があるっていうふうに言われていて、これもですね、
鼻詰まりの効果を期待して使われるということなんですけども、これはですね、まあ、形骸なんで、軽快にですね、軽快っていうとどういうイメージがあるかっていうと、汗とかね、この熱気を出さない、爽やかなイメージですね。まあ、僕なんかもね、いっぱいいっぱいでもう動画撮ってますから、まあ、全然軽快じゃないんですけどもね、喋りも。まあだから、軽快に、阻止、まあ、シソなんで阻止ですね。阻止を、解除された。まあ、阻止っていうのはね、まあ、こういうような阻止するとかっていうことなんで、これを解除するっていうことは、閉ざされた鼻をね、クリーンにしていくというようにね、軽快に、阻止を、軽快に阻止を解除したと。だから、鼻詰まりをね、その解消することを期待するというような感じですね。じゃあ、これもですね、ちょっと問題があるんで、やっていくんですけども、ですね、ちょっと今。これもね、ちょっとやっていきますと、これはですね、平成30年度のね、高知県の問題なんですけども、形骸は、シソ科のね、形骸を起源とする生薬で、発汗、解熱、鎮痛などの作用を有するとされ、鼻炎への効果を期待して用いられるということなんで、これもドンピシャですよね、丸っていうことで。まあね、形骸が出たら、形骸にね、形骸じゃないですね、形骸に阻止を解除したと。形骸が出たら点々を取って、形骸に阻止を、シソの反対で阻止を解除したと。形骸が出たら、形骸に阻止を解除したと。いうことで、鼻詰まりが良くなったと。で、こうやってね、閉ざされているもの、阻止されているものをこうやって軽快に解いたということはですね、汗とかね、この熱気を出さない爽やかなイメージなんでね、まあ、そういうようなことをね、ちょっとイメージしてみてください。まあ、あとはですね、この辺はですね、A が、メチルエフェドリンは、抗コリン薬で、血管収縮作用により、かゆみを鎮めるとか、まあそういう感じで書いてありますけど、これね、ドリンとかゾリンってつくのは、アドレナリン作動成分でしたよね。だから、まあこれは抗コリンっていうのが×ということですね。クロルフェニラミンバイレンは、肥満細胞から遊離した、アドレナリンが受容体と反応することを妨げることにより、くしゃみを抑える作用を示すとされると。これはどうですかね。これはですね、ヒスタミン、ラミン、サミンとかね。ここなんですよね。ラミンとかサミンとかね。まあ、タミンとかですね。まあ、あと。まあ、そういうものが入ってるのは、抗ヒスタミン成分ということなんですけども、抗ヒスタミン成分っていうのはですね、肥満細胞から遊離したアドレナリンじゃなくて、ヒスタミンがね、受容体と反応するのを妨げるっていうことなんで、これもね、×ということですね。だからちょっとね、こういうとこ一部がね、ちょっと違う、ちょっと分かりにくいっていうところもあるんで、ちょっと注意してください。あと最後ですね、ちょっと鼻のお薬はね、ちょっとこれからやるんですけども、これはね、鼻のお薬のところなんですけど、鼻粘膜のね、過敏性や、痛みやかゆみを抑えることを目的として、リドカインの、などの、局所麻酔成分が配合されている場合があるっていうことなんですけども、これはわかりますかね？で、リドカインっていうのは、外用のですね、痔の薬も、でも出てきたということで、まあ、僕がね、その時動画で何て言って解説したかっていうと、麻酔カイっていうことでね、カインと、リドカインのカインと、麻酔科医ですね。麻酔科の先生ってことですね。まあ、これを、かけてちょっとやったので、これはですね、丸ということですね。だから、リドカインとかね、まあ、このカインってついてるものに関しては、まあ、リドカインですけどもね、その時説明したのは、局所麻酔成分によって、痛みやね、かゆみを、抑えるというね、場合があって使われるということですね。じゃあちょっとね、画面を戻していきます。で、今日ね、ちょっとすいません、暑いんでちょっと水を飲ませていただきます。すいません。
でね、ここは、まあ、そんなに時間をかけないで、ちょっとね、さらっとはいきますけども、ですね、毎回のパターンですけども、まあね、その他のお薬とね、その一般用のね、医薬品のアレルギーのお薬っていうのが、まあ、重複するとね、まずいっていうことで、これはね、おなじみのパターンですよね、こういう。それで、一般の生活者っていうのは、まあ、僕もね、含めてそうですけども、鼻炎の薬とね、ジンマシンの薬などは影響し合わないといった、間違った認識がね、持ってるっていう方もいるので、なんかいろんな薬ね、飲んじゃってるっていう人もいますよね。だから、まあそのね、登録販売者の方とか薬剤師の方とかは、注意する必要が、ありますということですね。あとはですね、その飲み薬とね、その塗り薬とかね、まあ座薬とか、そういう内服薬と外服薬でも、同じね、成分または同種の作用を有するっていうことがあるんで、重複しちゃうこともあるんでね、それはね、大丈夫だと。飲むものと塗るものはね、違うから大丈夫だと。まあこういうね、誤った認識を持っている方っていうのがいるので、そういうこともね、ちょっと注意してくださいということですね。まああと、ジンマシンとかね、鼻炎などの、アレルギー症状に対する医薬品の使用は、基本的にね、対処療法であると。まあ悪くなったから使う。まあね、その、また悪くなっちゃうとか、まあそういうような感じなんで、まあ基本的にはですね。で、この一般用医薬品の、アレルギーのね、お薬っていうのは、一時的な症状をね、ちょっと緩和するっていうことに使われるので、長期の連用は避けてですね、5から6日間使っても、なんか良くならないなっていう時は、お医者さんのね、診療を受けるなどの対応が必要だよと。それでですね、5章の、してはいけないですね。ごめんなさい。意が抜けてますね。5章のしてはいけないことに、アレルギー用薬とかですね、鼻炎用点鼻薬を含めて、複数記載されていますので、チェックしておいてください。それでですね、このアレルギー症状をね、軽くするには、アレルゲンね、そのアレルギーの、除去とかですね、回避といった、根源的な対応が図られるっていうことが大切で、何がね、アレルギーとなっているのか。まあ、例えばね、その家の中のホコリとかね。まあ、なかなか難しいですけどもね。僕もね、その一回眼科で、なんかパッチテストみたいなのしてもらったことあるんですよ。こう、なんていうのかな。そのいろんなアレルギーをね、こう、つけて、こう、どういうふうに反応するかって。で、ある程度分かったんですけど、分かってもその対処しようってないんですよ。何千円かお金、払ってやりましたけどもね。だから、じゃああなたスギ花粉症ですってなって、まあマスクつけるぐらいしかないですよね。だからまあ難しいっちゃ難しいんですけども。まあね。まあ僕もこの検査やりましたけども、まあなかなか難しいですと。ただですね、花粉症やなんかで、アレルゲンに対してね、徐々に体を慣らしていく、療法ですね。治療法。玄関作業療法などもありますよと。それで、これはですね、お医者さんの指導のもとで、行われるものであってですね、一般の生活者がですね、自分の判断で、こういうね、なんか自分のアレルギーを含む、食品を食べてね、やってみるとか、まあそういうことっていうのはね、より症状を悪くしたり、重篤なね、アレルギー症状、まあこういうようなものですね。これを引き起こす恐れがあるので、これはやっちゃダメですよ、ということですね。でですね、皮膚症状が、収まると、喘息が現れるというようにですね、種々のアレルギー症状が、連鎖的に現れることがありますと。こういう場合もですね、一般用医薬品によってね、一時的な対処を図るよりも、公的なね、病院で、
総合的な診療を受けた方がいいですよと。まあなんとなくね、この辺はわかるかと思うんですけども、さらっとね、ちょっと説明はしておきます。あとは、予防的にね、一般用医薬品の、アレルギー用薬ですね。こういうのを使うのは、適当じゃないよということですね。まああとですね、まあ医薬品のね、予防的使用っていうのは、医師の診断とか、指導のもとで行われる必要があるよと。まああとですね、一般用医薬品ですね。漢方も含むなんで、まあ、漢方を除くとかね、まあそういう問題も出かねないので、まあこういう時はね、基本的に漢方を含むっていうのがほとんどだと思うんですけども、まあ一応ね、ちょっとここも押さえてってほしいんですけども、アトピー性皮膚炎による、慢性ね、湿疹等の、治療に用いることを目的とするものはないことから、一般用医薬品ですね。で、まあこのね、まあアトピー性皮膚炎っていうのは、悪くなったりね、寛解ですね。完治ではないんですけども、定期的にお医者さんに行ってね、薬をね、飲んだりしていれば、診察を受けたりね、していれば一定程度収まる状態と。まあ悪くなったりね、一定程度良くなった状態を繰り返しながら、慢性に経過する湿疹でね、このアトピー性皮膚炎っていうのは、多くの場合はですね、気管支喘息とか、アレルギー性鼻炎とか、まあね、こういうものの、病歴とかですね、または、家族歴があると。まあ家族歴っていうのは、家族で、そういう病気をね、患っていたり、患ったことがあるという人がいるということですね。まあそういうことからですね、アトピー性皮膚炎が疑われる場合とかですね、あなたはアトピー性皮膚炎ですっていうふうにね、お医者さんから診断を受けている場合には、お医者さんのね、受診を進めるっていうことが重要ですよということですね。まああとですね、皮膚感染症により、湿疹やかぶれなどに似た症状が現れることがありますと。まあね、この皮膚感染症っていうのはどういうのかっていうと、タムシとかですね、これ回線って読むそうなんですけども、で、この回線っていうのは、ヒゼンダニというダニの一種がですね、皮膚に感染することによって起こる皮膚疾患で、激しい痒みを伴う皮疹を生じるなどによりということがあるんですけども、その場合ですね、アレルギー用薬によっては、一時的にですね、痒みなどの緩和を図ることは適当でなく、皮膚感染症そのものに対する対処を優先する必要があるということですね。医薬品が原因となってアレルギー症状を生じるっていうこともあってですね、使っている間に症状がですね、悪化とか拡大したような場合にはですね、そういうね、医薬品の副作用であるっていう可能性があるので、このね、医薬品の服用っていうのを一旦中止してね、病院に行くっていうことが必要ですということですね。特にですね、アレルギー用薬の場合はですね、この一般の生活者では、使用目的となる症状ですね。まあこれと副作用の症状、まあこういうものがね、見分けにくいことがあり、まあね、この薬疹っていうのは僕ちょっと2章でね、説明しているので、ちょっとね、動画の方も見てもらいたいんですけども、医薬品のね、販売等に従事する専門家においては、注意を促していくね、必要があるよと。だからね、その、なんていうのかな、その、これはね、使った方がいいっていうね、症状の場合とですね、副作用による場合と、ちょっとね、見分けがつきにくいと。いうところがポイントということですね。まあ、あとは、鼻炎症状はですね、風邪に伴う症状として現れることも多いんですけども、高熱を伴っている場合にはですね、風邪以外の、ウイルス感染症とかですね、その他の、重大な病気である可能性があるので、医療機関を受診するなどの、対応が必要ですと
いうことですね。なかなかね、ちょっと暑くてね、ちょっと喋りも、ちょっとバテバテでしたけども、まあ、今回はね、こんな感じでちょっと短めですけども、まあ、いろいろね、テキストもね、あっちやったりこっちやったりとかいろいろあるとは思うんですけども、一番いいテキストって、本来はですね、厚生労働省の試験作成の手引きなんですよ。だけど、なかなかね、あれ読んでも分かりにくいっていうことで、まあ、この特にね、3章に関してはもう、僕ほぼ、もう 95% 以上手引きに沿って相当やってますんで、これをね、動画いっぱいあって申し訳ないんですけども、ここを頑張ってやっていけば、合格の確率がですね、ぐーんと上がりますので、ぜひですね、頑張ってみてください。まあ、あとはね、自分が苦手な部分だけ、そういう見方もあると思うので、上手にですね、使っていただければいいのかなというふうに思いますね。今日ね、もうちょっと暑いんで、汗かいてきちゃったんでね。今日はこんな感じになります。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。